音楽活動をしていて一番悔しかったこと、嬉しかったことをお話しください。はい、悔しかったことはちょうど昨年の冬、秋冬ぐらいに路上ライブをしていて、で、聞いてくださる方がいて、で、前に一応その投げ銭の、ようにギターケースを置いてたんですけど、そこに、一枚の紙、切れっていうか入ってて、メモみたいな紙が入ってて、で、そこにもっと君の熱い思いを、が聞きたいっていう、書かれてて、その言葉が。で、それを見て、もうすごいぐさっと刺さって、何やろ、もう悔しさと、すごい、その方は、すごい、後で言い方でお話もさせていただいたんですけど、なんですよね、もっと熱く歌わなあかんなっていう気持ちも同時にあったりとかして、そのメモは、結構、強めな感じ、口調で書いてたんですか？もっと熱く歌いなさいみたいな。歌いなさいとは書かれてないですね。なんか、君の、なんかもっと思いが聞きたい。熱い思いが聞きたいみたいな感じで書かれてました。なんか、それ人によっては、なんやろ、別に、ぐさって来なさそうやけど、ベニーさんにはぐさってきた。いや、そうですね。まず一番になんか、すごいぐさっと来て、ダメ出しされてるような感じ。そうですね。言ってしまえばそんな感覚ですね。なるほど。次は、嬉しかった。はい。嬉しかったことは、このチャンネルでもお話しさせてもらったんですけど、私が19歳の時に、長崎出身の福山雅治さん、あの福山雅治さんが主催の、福山歌っていう、福山さんの楽曲で、優勝を決めるみたいな。カバーしたやつ。そうです、そうです。福山さんの、カバーで決めるそういうイベントみたいなのがあったんですけど、それに応募して、で、それで、まず予選、準決勝、決勝ってあって、予選をまず書類審査、動画を送って、福山さんのチームのスタッフの方に聞いていただいて、それを勝ち上がることができて、で、準決勝が次、ネット審査で、ネット投票か、ネット投票で、特設サイトみたいな。そうです、そうです。特設サイトでこう動画が、準決勝の、はい、はい、私の動画が上がって、で、そこの投票数で決まるっていう感じで、まさか私は正直もうそこで絶対落ちると思ってたんですけど、その時ってギター歴何年くらいだったの？いや、もうほんまに始めたて。何歳でしたっけ？19歳なんですけど、なんですかね、もうライブも全然やってなくて、人前で披露したこととかがもうほとんどなかった時で、インスタグラムに動画をちょっと上げてたりとか、そういうのはあったんですけど、本当にライブをしたことが本当になかった時で、ネット審査でまさかの電話が携帯にかかってきて、決勝に進んでくださいっていうことでかかってきて、まさかのその決勝の大会が長崎の、その向こうでの本当の何ですか、イベント、会場での決勝だったので、その時はどこにお住まいだったんですか？奈良です。奈良ずっと、で、奈良からもうこれは家族で行くしかないっていうことでみんなで行って、で、もう本当に決勝で、20組から準決勝20組で決勝10組で絞られるんですけど、その10組のそのメンバーというか選ばれた人ももうめちゃくちゃ実力のある人ばっかりだったんですよ。リハーサルをちょっと聞かせてもらって、うわ、この中で歌うのかみたいな、もう全然ライブをしたことないしみたいな感じで、でもうめっちゃドキドキしてて、何ですかね、私もこの緊張がもうマックスにまで達しちゃって。会場ってどんな感じだったんですか？会場が野外の野外ステージだったんですけど、お客さん200人ぐらいはいたんじゃないですかね。
すごい景色でした。なんかその時初めてだよ、このライブというか、こんだけの人の前でやるのは、でそれでまあもうなんとか本番もう演奏をなんとかし終わって、で決勝発表、新発表、結果発表で、ステージの上に全員こう呼ばれて立って並んで、でもう私の中ではこの人がきっと優勝するやろなとか、特別賞この人やろなってもう思ってたんですけど、まさかの自分の名前が優勝って呼ばれて、もう何ですかね、本当に結構ボーッと立ってたので、自分はないわ、自分は絶対ないと思って、そしたら名前が呼ばれてしまって、で目の前で家族がみんな見てたんですけど、なんかもう、みたいな感じの声が、お母さんの声がめっちゃ聞こえて、家族もびっくりみたいな、いや本当にびっくりしますね。なんですかね、あの後にその最後の花火があったんですよ、イベントの、でその花火のそのチケットを、そのチケットをまた別の方からいただいて、はい、そのチケットがないと、まあ、いい場所で見れないみたいな、はいはいはい、そのチケットをもらって、もうみんなで、なんか家族みんなで、そのめっちゃ綺麗な花火、福山さんの曲と一緒に花火が、最高だよ、最高の思い出、優勝して、そうですね、もうなんかもうみんなもう感極まって、お母さんとかも泣いてうわーみたいな感じで、これももうなおのおかげやわみたいな感じで言って、いい思い出ですね。そうですね、いい思い出ですね。